3月9日、愛知県から静岡県に移動しました。静岡県の最初の釣り場は、湖西市にある新井弁天海釣り公園です。ここは T 字型の堤防が5つ並んでいて、この堤防で釣りができるようになっています。駐車場は有料で、24時間400円となっています。シーズン前で、釣り人はそんなに多くはありませんが、地元のおじさんたちが黒鯛釣りをしていました。今の時期は、黒鯛、カサゴ、シーバス、ヒラメが釣れているようです。数はとりあえず、必ず釣れる磯目落とし込みで、黒鯛とカサゴ狙いです。なんだ、カサゴくんじゃないですか。最初に釣れたのは、定番のカサゴです。カサゴはリリースします。カサゴくんだよね、多分これは。やっぱりだよね。2匹目もカサゴです、3匹目のカサゴです。本当に自分の体を緩めでかい磯目に食いつくんだね。4匹目のカサゴです。何やってんの、飲み込んでもいないのね。でわざわざパジにかかんのよ、お前。不思議だな。ゆっくりと誘いを入れて、食いついたのを手で感じて合わせます。これは少し重くし、ちょっとだけサイズアップしましたね。5匹目のカサゴです。ね、よしよし。ありがとう。やっぱりカサゴくんか、ダメだね。困っちゃう。6匹目のカサゴです。この日はこの後も2匹のカサゴが釣れ、合計8匹でした。次の日の朝です。今日も昨日に引き続き新井弁天海釣り公園です。今日は胴付き仕掛けに餌を置き網で投げてみます。竿はルアーロッドを使います。竿を手に持ってあたりを待ちます。最初のヒットです。何これ、これ黒鯛の赤ちゃんだね。最初に釣れたのは黒鯛の子です。小さな黒鯛はリリースします。餌を青磯目に変えてみます。堤防近くの方が当たりがあるので軽く投げます。
ートしました。磯目に食いついたのはカサゴでした。朝のカサゴはこれまであまり釣ったことがありません。今度はカサゴのダブルです。カサゴのダブルは初めてです。カサゴが連続して釣れます。ここはカサゴがかなり多いようです。これはカサゴではないようです。ん？お、これなんだ。フグじゃねえかよ、このフグ。まったく。残念、フグでした。いつも釣れるクサフグではないようです。なんだお前は。何フグさんですか。うん、やばいな、どうぞ。ふふ。これはアカメフグのようです。違いましたらコメントお願いします。その後もカサゴが釣れ、この日は午前中で10匹のカサゴが釣れました。最後までご視聴ありがとうございました。次回をご期待ください。